こんにちは、黒田和之です。今日はですね、3ストロークのやつ、この間3ストロークの難しい版でこうレードバックしてどうちゃらこうちゃらっていうのやったらですね、基本形のその3ストロークってどうやってシンコペーションブックで使うんだっていう質問がやっぱありまして、どっかで作った覚えがあるんですけども、大量に動画を作ってあげてあるんでどこに入ってるのか僕も分かんなくなってしまって、もう一回ちょっと簡単に作ろうかなと思っています。まずはシンコペーションベーシックっていう、これね、シンコペーションブックだと、ボキャブラリーがですね、まあタイとかも合わせるとかなりたくさん出てくるんです。16個プラス、タイも全部あるから多分16個プラス24種類とか全部あるんですね。もっと多分僕はあの細かくやってるのでかなりたくさん出てくるので、まず最初は、音符的には7つ、あと単位をまあちょっと覚えていきましょうみたいなのが徐々に増えていくっていう感じですね。なので最初にボキャブラリー増やすとやっぱりこうインプット量がいきなり多いとうまく入らないので、僕なりにこう整理して7つ で4つずつ足してって完成するっていう形になってます。でまずですね、A と A' ダッシュで物事を考えます。右左左の、要は右、これは A なんですけど、でこの手順のまま両方ノーアクセントですと、これ A' ダッシュにします。で分かりやすく大文字と小文字にも分けてありますね。で B は右右左右右、裏拍は左で叩く、ノーアクセントだと B' ダッシュになるということですね。で C は両方にアクセントがある、その代わり3連の真ん中は休符になるわけですね。やるとボキャブラリー的に言うと、これは A と A' ダッシュでできるんですね。ハイハットで言うと、2番は AA でできる、3番は C と A、 4番は CC、 5番は AC、 6番は CB、 この場合は左手はとフルストロークになるって感じですね。で A ダッシュ A、これは1番と逆転ね。で7のダッシュっていうのは2番の音符だけど、タイがつくと7と同じ考えになるってこと。0は A ダッシュ A ダッシュって書いてあるから、これ B ダッシュ B ダッシュでも A ダッシュ B ダッシュでも B ダッシュ A ダッシュでも自分の前後の流れで、まあ、使いやすいものを使ってもらえばいいかなと思います。この形でいくとシンコペーションベーシックの、1番からこれで叩いていくっていうのをやっていきたいと思いますね。では1番いきます。ゆっくりやると、という具合になりますね。早くやると、2番ゆっくりね。3番ゆっくり、早くやると、4番ゆっくり、はい、最後5番ね。
というわけで、これあのレードバックの裏派で鳴らすやつってやつも、これでその5番なんかはものすごくできると思いますね。だからなんかうまくやって練習してもらうといけるかなと思いますが、まずは最初に3ストロークどうやって練習するのって方は、このこっちのパターンね、この要は A と A ダッシュ、 A が A ダッシュはこのまま B、 この時頭に必ずバスラ踏むことね。この組み合わせで全部読み替えていけるので、これをちょっと考えながらやっていただければと思います。この1,2,3,4,5 はね、あえてここをこうやって何々って書かなかったけど、自分で考えてね、一回やってもらうといいかなと思う。どうしてもわからないところはですね、メールマガ登録してもらってメールで質問いただければ、できる限りお答えしたいと思いますので、この譜面もメールマガの方は、ダウンロードできますので、練習用に使っていただければと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。